어떻던가. 산키, 뭐 나이제보다 들어. 아노 치와와 네코토 하루 이 콤비じゃねえか. 난다 코노 후자케타 이키모노와 이마스가 쇼케다나. 야메로! 감히 코로세! なんで噛まずに消えたんだ。まあいい、あんなもん殺す価値もねえ。わかったぞ、お前のダークブリングの弱点が。なんだと。幻を現実にできるのは噛みつく一瞬だけなんだ。なるほど、それで現実の一瞬リアルモーメントか。<笑> それが弱点だと笑わせるね。現実など一瞬で十分。噛みつければこっちのもんだ。その噛みつくタイミングさえ外せば俺の勝ちだ。なら破ってみせろ我がダークブリングリアルモーメント。 なんて数だ。 この数じゃ全て撃ち落とすのは不可能。さあ、くらえ！110の牙！くらうか！あの数の獣に飛び込みやがった。何考えてんだ、あのガキ！エクスプロージョン！爆炎！そうか、目くらましか。 これならやつもはるに攻撃できねえし、獣に噛みつかせるタイミングもわからねえ。なんだかよくわからないけど、すごい。うわ、なんで目くらましか効かねえんだ。 獣は視覚より嗅覚の方が優れているのを知らねえのか。匂いでてめえの居場所を嗅ぎつけたんだよ。くそ、勝負あったな。死ねえ。 どこから出てきやがったんだ。離れろ。ただのチンピラから偉くなったもんだな、ランスよ。<笑>マジか、何しに来たんだよ。こいつのダークブリングがリアルモーメントの存在を忘れていた。それを言い忘れた償いだ。これぐらいのことさせろ。ダメだ。 ここは俺に任せろって言っただろう。そうはいかん。エクスプロージョンは強力な賢者がその分己にかかる衝撃はかなりのもの。その怪我じゃあと一発が限度。それ以上は身を滅ぼす。剣と剣でまともに戦ったら間違いなくランスの方が上じゃ。だからわしが抑えている間に風をつけるんじゃ。 うっとうしいじじいだ。ぶっ刺してやる。たとえ屍となってもこの腕は絶対離さんぞ。だったら腕から切りよ。
かりなんかどっから出しやがった。ブルー小坊主め、ハル、チャンスは今しかないぞ。ランスを倒せ。だったらそこをどいてくれ。無事かに当たっちまう。誰がわしに当てるなと言った。わしごと貫け。なに嘘。貫けだって貫け。来週はブルーも大活躍するから絶対に見てほしいって言ってるんじゃない？ブルーが？マジかよ。まあ、今度はちっちゃんか。なんだよ一体。自分も活躍するから見てほしいって言ってるんじゃない？っていうか自分で言え。次回レイブ決着勝利のエクスプロージョン。知るな、ちっちゃん。